こんにちは、たつくりです。今回は折り紙で花束を作っていきます。前回紹介した簡単な花を使って作っていきます。これを少し改良すると花束のメッセージカードも作れるので、これもまた別の動画で紹介していきます。とても可愛いのでぜひ作ってみてください。では早速作っていきます。まず折り紙をこの向きにします。対角の角を合わせて折って十字に折り筋をつけます。折れたら裏返します。上下と左右の端を合わせて折って十字に折り筋をつけます。折れたら左右を押して三角に折りたたみます。上の角を下へ三分の一くらい折ります。折った幅と残りがだいたい同じ幅になれば OK です。今折った左右の角へ向かってまっすぐ切るんですが、切る線のガイドがいる場合は左右を1枚だけ今折った角の位置で内側へ折ります。ガイドがいらない場合はそのまま切っても大丈夫です。折り筋に沿ってハサミで切ります。左右の角も少しだけ切ります。この向きで持って上から1枚下へめくります。真ん中の切れ目をこの線に合わせて左右に折ります。折れたら戻して左右を開いて折り筋に沿って折ります。そしたら先ほど切った残りを一つ出して少し小さくなるように5ミリくらい切ります。
切れたら開いて、丸くなるように角を少しだけ折ります。裏側に糊をつけて花びらの中心に貼ります。これと同じものをあと2つ作ります。15センチの折り紙をこの向きで置きます。左右の角を合わせて折って戻します。下の角を上の角に合わせて少しだけ折って印をつけます。下の角を今つけた印に合わせて折ります。下の中心を軸にして左右の角を中心の折り筋に合わせて折ります。折れたら戻して、左右の上の端を内側の折り筋に合わせて折ります。折れたら左側だけ戻して、下の中心から左の角までを折ります。まず右の折り筋で折って、次に左の折り筋で折ります。最後に左の折り筋で中へ折ります。次は花びらを作った時の切れ端を出して広げます。下の左右の端を中心の折り筋に合わせて折ります。白と色の境目で折ります。もう一枚出して、今度は裏返して同じように折っていきます。もう一枚同じものを作ります。ピンク色を一つだけ角を少し切って、
もう片方の角に糊をつけて、先ほど切った隙間に差し込みます。これでリボンの完成です。次は先ほど作った花束を出して、下の角を少しだけ切ります。白い三角の先に糊をつけて、今切った隙間に差し込みます。リボンを花束にのり付けします。次は花をのり付けします。これで花束の完成です。ぜひ作ってみてください。もし気に入っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。